TH の富山です。これからこんな症状について少しだけ解説いたします。目のたるみ、目のクマ、眼瞼下垂についてお話しします。現代人の呼吸不足による第一肋骨と腕頭骨筋が緊張することによって、肺胸膜の伸び縮み運動が不全になると、関連している目に負担が起こります。上眼瞼に緊張が起こると眼瞼下垂の症状が起こります。下眼瞼に緊張が起こると目の下のクマができやすくなります。呼吸不足によって起こされる症状の多くは、肺活量不足から筋肉に力が入らないために起こってくるものです。目の周辺の筋肉は小さな変化にも敏感に反応します。喉の周辺の筋肉は多くの神経が集まっているため、素早く違和感をキャッチします。肺活量不足が起こると、大きな筋肉ではエネルギー不足としての異常、小さな筋肉では眼瞼下垂のような微細なものの不憫な症状となって現れます。当センターでは、来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して、治療および豊富な指導をご用意しております。もし何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。